優勝候補の一角です。三好千恵さん29歳、去年は入賞でした。今の力技も決まったんじゃないですか。動きに余裕が感じられますね。彼女の良さというのはどういうところにありますか。表情がすごくキュートで表現力が豊かですね。それから去年なんかはジャンプ系がちょっと弱いかなっていうのがあったんですけど、今年はものすごく力つけてきたと思います。綺麗にジャンプも決まってます、ね。スイッチジャンプも決まりましたね。出た方がいいですね。動きがしなやかですね。クリーンでしなやかって女性らしくて、もう今のところも結構決まりましたよね。ここまで大きなミスと言いますかね、ないんじゃないですか。ないですね、かなり完成度高いですね。であれだけ動いた後のプレスっていうのもなかなかその呼吸のリズムっていうのも大変だと思うんですけど、ね、そうですね、なんか呼吸が乱れてるって感じはしませんもんね。そうですね、この辺の呼吸法もうまいのかもしれませんね。さあバランスも決まりました。今年はどうですか。いいですね、良かったですね。